定の抗原に対して過剰に起こることを言う免疫反応は外来の異物を排除するために働く生態にとって不可欠な生理機能である語源はギリシア語のアロスとエルゴンを組み合わせた造語で液を免れるはずの免疫反応が有害な反応に変わるという意味であるアレルギーが起こる原因は解明されていないが生活環境のほか 抗原に対する過剰な暴露、遺伝などが原因ではないかと考えられている。アレルギーを引き起こす環境由来抗原を特にアレルゲンと呼ぶ。ハウスダスト、ダニ、花粉、米、小麦、酵母、ゼラチンなど実に様々なものがアレルゲンとなる。最近では先進国で患者が急増しており、日本における診療科目、 標榜化の一つとして、アレルギーを専門とするアレルギー化がある。全息をはじめとするアレルギーの治療に関して、欧米の医師と日本の医師との認識の違いの大きさを指摘し、改善可能な点が多々残されていると主張する医師もいる。自己免疫疾患は、アレルギーと異なり、自己の持つ抗原に対して、免疫反応が起こる疾患である。内因性のアレルゲンによる、 アレルギー反応が病態となっている点が異なるが、その基準は同一である。アレルギーは、その発生基準により、大きく、I から V 型に分類される。イゲというタイプの免疫グロブリンが、肥満細胞や抗炎気球という白血球に結合し、そこに抗原が結合するとこれらの細胞が、ヒスタミン、セロトニンなどの生理活性物質を放出する。これにより、血管拡張や、 血管透過性更新などが起こり、不臭、創用などの症状が現れる。この反応は、抗原が体内に入るとすぐに生じ、即時型過敏と呼ばれ、アレルギー性鼻炎、気管自然移足、人和心等の症状を伴う。また、反応が激しく、全身性のものをアナフィラキシーと呼び、さらに急速な血圧低下により、ショック状態を呈したものを、 アナフィラキシーショックという。また、この種のアレルギー症状は、10分前後で現れてくる。代表的な疾患としては、ジンマシン、対症抗群、食物アレルギー、花粉症、アレルギー性鼻炎、気管支喘息、アトピー性皮膚炎、アナフィラキシーショックが挙げられる。イグというタイプの免疫グロブリンが、抗原を有する事故の細胞に結合し、それを認識した。 白血球が細胞を破壊する反応である。代表的には B 型肝炎や C 型肝炎などのウイルス性肝炎が挙げられる。ウイルスを体内から除去しようとする結果、肝細胞が破壊されるため症状をきたしている。ペニシリンアレルギーも通型アレルギーの一種である。この種のアレルギーの有無はクームス試験などの検査によって調べる。代表的な疾患としては、 自己免疫性溶血性貧血、不適合輸血、特発性血小板減少性死斑病、悪性貧血、リウマチ熱、グッドパスチャー症候群、重症筋無力症、橋本病、円形脱毛症が挙げられる。免疫反応により、抗原、抗体、補体などが互いに結合した免疫複合体が形成される。この免疫複合体が、 血流に乗って流れた先で、周囲の組織を障害する反応である。免疫複合体の障害する部位が、原曲的な部位に留まる反応を、アルサス型反応といい、全身にわたるものを、血清病と呼ぶ。過敏性肺臓炎は、アルサス型反応の、全身生理手間等ですや、溶血性連鎖球菌感染後子球体腎炎は、血清病の代表例である。 この種のアレルギーは、2から8時間で、発赤や不死となって現れる。代表的な疾患としては、血清病、全身性リ手マ等です。急性子宮体腎炎、関節リウマチ、過敏性肺臓炎、リウマチ性肺炎、多発性動脈炎、アレルギー性血管炎、シェーグレン症候群が挙げられる。抗原と特異的に反応する関差 T 細胞によって起こる。 抗原と反応した関差 T 細胞から、マクロファージを活性化する因子などの様々な生理、活性物質が有利し、周囲の組織障害を起こす。薬物アレルギー、金属アレルギーなどがある。他のアレルギー反応が全て液性免疫であるのに、対し、4型アレルギーだけは、細胞性免疫が関わり、リンパ球の収束、増殖、活性化などに時間がかかるため、 死炎型過敏症と呼ばれる。ツベルクリン反応、接触性皮膚炎などがある。この種のアレルギーの被害反応は、24から48時間後、発赤、高血となって現れる。代表的な疾患としては、接触性皮膚炎、ツベルクリン反応、移植免疫、金属アレルギー、腫瘍免疫、シェーグレン症候群、感染アレルギー、薬剤性肺炎。 ギランバレー症候群が挙げられる。近年、免疫学の進歩により、細胞性免疫による方型アレルギーも、責任免疫細胞によって再分類されることがある。しかし再分類してもマネジメントは変化しない。受容体に対する自己抗体が産生され、その自己抗体がリガンドと同様に受容体を刺激することで、細胞から物質が分泌され続けるために起こる、アレルギー。 基本的な基準は、通型アレルギーと同じであり、刺激性という点だけが異なる。代表的疾患は、バセドウ病。遅延型過敏反応は上述の通り、肝差 T 細胞から放出されたサイトカインにより、誘発される4型アレルギー反応であり、抗体に依存しないのに対し、始発反応は、 アルゲン不可後数時間を経て、マスト細胞とイゲ抗体に依存して誘発される、I 型アレルギー反応である。アレルギー疾患のマネージメントを行うには、アレルギー疾患の鑑別のための問診、アレルゲン曝露から発症までの時間経過、症状の持続時間、全身性に症状があるのか、局所のみなのか、起用歴や家族歴があるのかといった点に注目すると整理。 しやすいと言われている。もしアレルギー疾患を疑うのならば、まずは、i 型アレルギーによるものか、それ以外によるものかを、区別すると診断にたどり着きやすくなる。i 型アレルギーによるものならば、即時型アレルギーと言われるように、アレルゲン暴露をしてから5分から90分以内に、発症することが多いと言われている。i 型アレルギーで特に救急医学で、重要視されているのが、 アナフィラキシーショックである。重度の i 型アレルギー反応においては、早期のアドレナリン投与が最も重要であると言われている。早期に、ボスミン 0.3mg の緊張を行うことで、死亡率の減少が見られるだけではなく、数時間後に起こると言われている。第二症反応の防止効果もあると言われている。 再発とも言える、第二小反応のリスクがあるために蜂に刺されたなどの理由でアナフィラキシーを起こした人が ER に来た場合は5時間ほど安静にするかリスクを十分に説明しておく必要がある。アドレナリンの投与方法はだいたい前外側部の緊張が進められている。アレルギー疾患であると診断がついた時、最も基本となる治療は 原因抗原の回避と除去である。接触などは比較的容易に防げそうだが、決して簡単ではない。例えば、ハウスダストや猫などに対するアレルギーの場合、アレルギー症状が起こりにくいレベルまで、吸入抗原の濃度を減少させるのに数ヶ月を要することも少なくないからである。またアレルゲンには交差反応という現象も知られており、ラテックスとバナナ、 白樺花粉とリンゴといった一見関係のないように思える物質でも症状を誘発することがあり得る。アレルギー疾患の頻度は年齢によって大きく異なることが知られており、非典型的な年齢において発症した場合は他の疾患を念頭に置いた方が良い場合がある。例えば成人発症のアトピー性皮膚炎を疑う場合は、鑑別として、 t 細胞性の悪性リンパ腫も考える必要がある。例えば、気管支喘息と副鼻空炎など、アレルギー性疾患は合併しがちなことが知られる。特に呼吸器系のアレルギー性疾患は、合併率が非常に高く、ワンアウェイワンディジーズという考え方が提唱されている。この場合、喘息と副鼻空炎を同時に治療することで、双方の治療に効果を及ぼす。 アレルギー疾患を調べるための検査としては、血清ターク、ロスト、プリックテスト、蛍光誘発試験、リンパ球溶弱化試験やリンパ球刺激試験、パッチテストなどが知られている。タークは、病性を反映して変動するため、重症度判定や治療効果判定に用いられることもある。プリックテストやロストは、I 型アレルギーに対する試験であり、 それ以外の基準で起こるアレルギーである、接触性皮膚炎、薬剤熱、血小板減少症、スティーブン・ジョンソン症候群などでは全く役に立たない。さらにロストは陽性であっても、臨床的な症状と一致しないことが多いため注意が必要である。リンパ球養弱化試験やリンパ球刺激試験は主に薬物アレルギーを調べるための試験であり相方。 アレルギー以外の基準の場合も有効である。パッチテストは4型アレルギーを調べるための検査である。選抜の際に行うのが最も有名である。環境が清潔すぎるとアレルギー疾患が増えるという衛生活説は非常に話題となっていたが、それを裏付ける形で2004年にドイツを中心とする医科学チームの研究により、入幼時期におけるエンドトキシンの暴露量が 以後の花粉症や、喘息の発症に密接に関係していることが明らかにされた。これは、乳幼児期の環境が清潔すぎると、アレルギー疾患の罹患率が高くなるという、衛生仮説を裏付ける重要な報告である。ただとみを、萩原清文、好きになる免疫学講談社、2001年、81ページ。ジャパニーズ・ジャーナル・オブ・アレルギー・オロジー。 社団法人日本アレルギー学会。2017年3月18日時点のオリジナルよりアーカイブ。平成22年度、リウマチアレルギー相談員養成研修会テキスト、第1章アレルギー総論厚生労働省、斉藤博久。アレルギー用語の世界統一案解説。 小児科診療68、1379から1383、http://nrichd.ncchd.go.jp:/imal/.publication/.0508snitolergy 小児科診療 pdf。アレルギー疾患、全速発症に関わる。 サイトカイン支配国立生育医療センター、エンドトキシンの高アレルギー作用経路、特定国立生育医療センター岡田正人、レジデントのためのアレルギー疾患診療マニュアル、医学書院 ISBN4-260001450。ありがとうございます。